担当さんのところに行くのでシャンパンをおろす予定があるので密着してほしいということで今待ち合わせをしております。じゃあ行きますか。レアちゃんおはよう。今日はちょっとおいたりさんと紹介したい。あ、そうなんだ。担当さんどこの人なの？ゆずカンパニーのリズムのストロベリーこうせいくんって言うんです。ストロベリーこうせいくんね。ああ、どんなとこが好きなの？だって、そう、今日はちょっと予定ではシャンパンを出さない。じゃあお金持ってきたんだ。あーすごい。それを密着させてもらおうかな。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。ご一緒にいいですか？お前誰だよ。死んでいい。お前じゃねえよ。昴生くん早く連れてこいよ。顔もタイプじゃないしスタイルも悪いしなんかダサいし本当に話しかけるの。一応ここで代表やらせてもらってます。お前が代表だよ。他のヘイトもタコで連れてるの。結構いい子多いっすよね。それもお前の時間だろ。はい、あ、いや、まあこうせいくんはかっこいい。僕がダメですか、この顔は。タイプじゃない。どういう人がタイプですか？こうせいくんみたいな人。いいですか、僕もいただいてるし。今日ロッテでみんなしてる。割ったらダメですか？ダメ。だから私は作ってあげる。あ、嬉しいよ。作ってあげるってめちゃめちゃ光栄なことじゃん。いやー。まずなんで？はい、お願いします。遅い。もっとはい、ぐーって言って。シャンパンを下ろそうと思ってたのにお前みたいな人来たらマジで。レアちゃんは今日どのくらいの額のシャンパンを下ろす予定なんですか？とりあえず軽く3桁は行こうかなって思ってますね。本当に金使わないとかマジでゴミだと思ってるよね。お待たせー。今日も一番かっこいいね。ありがとう。いいですよ、だったら僕も一緒に。どうする？だからお前とりあえずこっちで乾杯しよう。乾杯したらそれグーッと個性のどこが好きなんですか？顔が一番かっこいい。ちなみに指名されてるホストさんは長い付き合いなんですか？いや、まだ3回目ぐらいなんですけど、初回であってもう見えてきちゃって最高に付き合えるっていうか、そういうとこがいいなと思いました。顔以外はなんかね、すごい上手。あ、マカロンがすごい上手なの。今日何食べたい？シュワシュワ系がいいな。あ、シュワシュワ系？シャンパンがいいな。ごせんお願いします。ごめんね、呼ばれちゃってから向こう行ってくる。チーさんお願いします。すみません、呼ばれちゃったんで。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。失礼します。美味しいですか？はい。本当ですか？ありがとうございます。隣はちょっとまずいんですよ。昴生さんに怒られちゃいます。とりあえずご一緒いいですか？とりあえずはい、一旦いただきます。めっちゃ枕してそうだよね。そんなにです。私今日枕してやってるんです。昴生さんに怒られちゃいます。大丈夫？バレない。バレないっていうよりも僕やっぱ尊敬してるんで昴生のことです。嫌い事言ってない？とんでもないです。すまない。ないちょっと、じゃあとりあえず早く飲んで。すいません、いただきます。ちょっと使って。ああ。ビリ飲んで。あ、はい、すいません、いただきます。今日は忙しいかなって感じです。私可愛いのに。枕できる人しか興味ないんだよ。ホストクラブに担当には何を求めて通ってるんですか？アフターと枕しか興味ないですね。ただ、他の女にそういうアフターとか枕とかしてるとこ見たら、ちょっとありえないなって思ったよ。殺しますね。ミルクの人とか。もう全部担当さんには全部内緒みたいな感じなんですか？言うわけないじゃん。自分の浮気したこと自分の彼女に言ったりする。それはないですよ。これと一緒じゃん。常識的な部分ではあんまりなしかなっていう感じですね。顔がいいのにこれじゃない。ちょっと大きいですね。大きさとか関係ないから。ああ、なるほど。他にうまさとテクニック。あ、でもうまさはそれなりには本当に下手じゃないかどうか私が判断してあげる。でもやっぱそれはもうちょっと昴生さんに申し訳ないんで。私から言ってるのに。そうですね、一応お店のルール上的にはちょっと申し訳ないです、本当に。これマジつまんないんだけど。枕もできないんだ。失礼します。僕もご一緒させていただいていいですか？何これね、私のこと痛い客だと思って。いやそんなことないです。楽しそうな話したんで。はい。ちなみにヘルプってどんな存在ですか？ただの邪魔な存在ですね。2人で楽しみたいところを邪魔してくるから、なんか私あのシステムマジで嫌いなんですよ。ちょっと舐めすぎじゃない？いや、そんなこと全然いいですか？僕もいただいても。やったってこプレイできたロゴ、メビウスの。僕が買ってきます。メビウスの小学8ですか？じゃあこれ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 。あ、わかりました。そのパンがついて。ちょっと待ってください。遅い。ただいま、お待たせ。お待たせ。シャンパンの話どうだった？僕ら世界中のシャンパンを取ったな。今日はちょっと無理。それはちょっと話違うから。痛くて。喧嘩しないように。前回ハッチさんの初回で結構暴れてましたよね。え、やめなさい。やばい、なんかステイルみたいになったよ。ステイル。老人。ハゲ。ハゲ無理だよ。あの程度で暴れてたとか言うって、何お前頭おかしいよ。あの時にホソさんをドキドキしたと思うんですけど、罪悪感とかはなかったですか？いいよ、バーカー。とりあえず早くコンセントのところに出して。あ、はい、こういうです。ありがとうございました。誰のおかげで見つけてるの今？すいません。すいませんじゃない。誰のって聞いてるの？ごめんなさい。急にバカなのできません。コンセントのまま言ってるの。これ示して、ちょっと私が悪いわ。もう1回金をまた払って。あ、お疲れ様です。どうでしたか？ああ、なるほど。あ、帰っちゃいましたね。レアちゃん怒ってましたけど、理由は枕ですかね。そうだよね。それしか求めてないみたいな。あ、まあ最初に言ってましたもんね。あ、いろんな子いますね、歌舞伎だから。後でちょっとレアちゃんと話してきます。それじゃあ他の動画を見てね。バイバイ。